はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2016マイライフやっていきたいと思います。今回は、シーズン9年目春季キャンプに入ったところにはなりますけれども、ツイッターで、お話しさせていただいた通り婚活会になります。まあ、なので、基本的には中尾アナを追っていきながらダラダラと婚活の話をしながら進めていくっていう、まあ、そんな会になりますと。でもまあちょっとキャンプ中はさすがに中尾アナに会えないので、まあ特訓して、こっち特訓ですね。あ、内野安打がありますね。まあ、走力 B あるんでね、特殊能力は欲しいので内野安打をちょっと練習しますか。いやー、このメーターの上がり方だと取得はできなそうだな。で、今日その3回連続カップリングできなかったら全額返金キャンペーンの3回目に参加してですね、見事ね、撃沈したので、あの3回分のね、婚活パーティーの費用が返ってきます。で、1回ね、6000円くらいするんで、なんかどっかが5500円だった気がするんですけど、まあ大体ね、1万8000円前後返ってくるので、かなりでかいっすよね。で、しかもね、今回参加したところが、まあ、普通の婚活パーティーって、まあ、最初回転寿司があって、まあ、自己紹介終わってフリータイムで、まあ、好きな女の子とか、まあ、気に入った女の子のところに、まあ、アプローチしに行くっていうのが通常の流れなんですけれども、今回参加したのはね、ちょっと、変わった感じのパーティーで、個室系のパーティーなんですよ。個室系って言っても、まあ、あの満喫みたいなあのブースがいっぱいあって、まあ、そこであの2人っきりでお話をして、まあ、全員回り終わったら、あ、なんか泉ちゃんから電話が来たけど、この前バレンタインのチョコを送ったんだけど届いたかな、うん、まだ届いてないから残念って。え、マジでチョコレートどこ行った泉ちゃんのチョコレート食いたいよ。っていうかさ、俺もさ、泉ちゃんっていう彼女がいるんだからさ、この婚活パーティーにうつつを抜かしてる場合じゃないんだよね。結婚に向けてさ、好感度上げないといけないから。まあ、それは今回やっていくとして、その個室パーティーだと確かに1人取れる時間はまあ多いんですけれども、2回目のね、アプローチがないんですよ。打順は2番でいいでしょ。まあだから最初の方に話した人とかってね、結構やっぱり印象がね、薄くなっちゃうんですよね。まあどっちがいいって言われたら、まあどっちも一長一短だと思うんですけど、まあ、通常の婚活パーティーだと、まあ2回目で自分がアピールできて、で個室パーティーだと、まあ確実に全員としっかりお話ができるんでっていうのはありますけれども、でさらにね、今日出席したところがね、なんとドタキャン率がね、半端なくてね、女性の8対8だったんですけど、なんとね、女性のね、半分がね、ドタキャンで4人しか集まんなかったっす運営さんがね、男性にね、超謝ってたで、なんか次回参加の時にはあの割引してくれるっていう、なんか券をくれましたね。まあ、ただもう自分は3回連続カップリングできなくて全額返金になるんで、まあ、次参加どうしようかなってちょっと悩んでるんですけど、まあ、それなりに割引してくれれば、まあ、もう1回くらいだったら行ってもいいかなと思ってます。とかなんとかやってるうちに、オープン戦のベイスターズですね。今永かな？負け運持ちの、なかなか際どいところに投げてきますね。投げました。これは？おー、入ってきたか。第3球を投げました。これはどうでしょう。外角へ、ツーボールワンストライク、バッティングカウント。おりゃ、ちょっと振り遅れたか。点差直撃。二塁まで、いいね。さすが走力 B。今季も足を生かしていこう。マリーン先制のチャンスを。今だけ。お、マリーン。すごい降板したか。の高打順。第9投げました。スラーブか。ここはよく選びました。4のスラーブは結構厄介だな。投げました。危ない球。第3球。これだ。やっぱりね、ストレートを狙う打ちでしょう一番打ちやすい。まあ、調子はいい感じですね。野球の調子は、婚活の調子はさっぱりだけど、っていうかね、あの今回カップリングができなかったら全額返ってくるんで、基本的にはね、もう選ぶ人たちはみんなね、顔重視でいきました。その話が盛り上がったとか、なんか雰囲気がいいなとかはね、一切無視でもうとにかく見た目重視。まあ、どうせカップリングできなかったらお金は戻ってくるし、まあ、カップリングしたら下でそれで美味しいんで、打ちました。引っ掛けた。
っていうねやり方だったんで、まあ見事カップリングはできなかったんですけど、まあそれはそれで全然いいでしょう。ただね、最後のねこの個室パーティーが女の子が少なすぎたんで、結局その全額返金対象になるには3人の女の子を指名しないといけないんですよ、気に入った女の子。まあそりゃそうですよねっていうのはありますけど、で今回来たのが4人なんで、4人の中3人選ばないといけないんですよ。でしかもね今回その4人がっていう、まあ別にカッティングしてもいいかなっていうのが1人いて、あとの人はかなり微妙だなっていう、まあ方々ばっかりだったんで、まあカップリングしたらどうしようっていうのがね逆にありましたけど、奥井がソロホームラン打ってんな、さすがだ。まあ今期のキーマンは奥井ですからね。よし、調子が好調になって、今そうか弾道上げてんのか。でどうしようかな。まあデートはねできないんで、地方にいるからちょっとお出かけしますか。何があったっけ。ショッピングモールがあるけど、あ本屋、本屋そろそろレベルが上がりそうですね。ちょっと行きますか。相手が取りやすい送球にしよう。もういっぱいあるけど、とりあえず10個買って購入と。あ OK か。お来た、なかなかの読書家でいらっしゃいますねって。ちょうどお店を大きくしようと考えていたんです。まあこれだけ売り上げがあればね、店も大きくできるでしょう。今日も200万円くらいの買い物をしていったかんね。地方のフリーだから本読みますか、せっかくなんで。送球もちょっと上げたいんで、相手が取りやすい送球と、まあ、あとは本屋に。お、なんだ腕時計が壊れたって、マジか。壊れるのか、なんかデートの時とか遅れそうだな。ショッピングモールで腕時計を買わないといけないですね。そうするとまあ試合はスキップでいいでしょう。でお出かけをしてショッピングモールと。まあねカップリングしたらカップリングしたで、まあ、それなりにねデートの費用とかでお金がかかりますからね。腕時計買っていつもの枕も買うか。であと買うものは特にないですね。 OK。 まあ基本的にはねデート代は、まあ最初2回目あたりまでは全額は出してあげてるんで。で今はなんだ、もう一回読書しますか。相手が取りやすい送球と。お、よしよしよし、ようやく送球が F かこれで。とりあえず赤徳はね消したいからね、外野だし。5の0か。オープン戦は別に打てなくても一軍はもう確定ですからね。今日は寝よう。千葉に帰ってきたけどちょっと寝ないと。まあデートはねそれなりに体力使いますからね。あ、メガミックスっておめえかよ。泉ちゃんじゃないのか。毎年毎年プレゼントあげてんだぞ。俺の誕生日にはプレゼントくれないくせに全く。じゃあ今日は泉ちゃんとデートしましょう。まあ食事ですね。まあ最初はね食事、やっぱりこれがセオリーですね。こういう高そうなお店には行かないけど、さすがにスーパーセレブコースで何十万の食事なんて無理っすけど、まあ最初のねお食事は相手がね飲み屋さんでもいいよっていう人だったら、まあ飲み屋とかにも行ったりしますけどね。でまあ徐々に仲良くなって遠出をしていくっていう、まあそんな感じですかね。だから3回目くらいのデートで1日デートをして、でまあ4回目5回目あたりでいい感じになればっていうところが自分の戦略ですね。まあそこはケースバイケースです、ケースバイケース。相手がどんな人なのかと。じゃあ今日は開幕戦かな。開幕戦で福岡にいるからデートはできないんで、福岡って何があったっけ。特にめぼしいものはないからラジコンサーキットに行きますか。大会に出てみようか。福岡で大会か。しかし
かも試合前に。なかなかいいんじゃない。 OK OK、 よし、とてもうまく飛ばせたぞ。おお、やったー、150万円すげえな。俺だったらこの150万円はもう全部泉ちゃんに使いますね。次町に行って何か買ってあげましょう。じゃあここは試合プレイで。お、誰だ、武田さんか。そういやライバルだったね。よーし、なぜか気合が入って絶好調になった。奥井は1番で、まあ普通ですね。鳥羽さんのやる気が全くないな。で、神野が先発か。で、相手はさっきの武田さんですね。武田さんもね、変化球がなかなかいいからね、3球種持ちでしたよね。まあ、ただ、いよいよプロ野球ペナント。今日は俺は打つよ。第9投げました。おお、ナックルカーブ。よくてストライク。1球目ストライクから第2球、これは低め、縦のスライダー外れてボール。奥井ちゃんが出てるね、一塁に。1ボール1ストライクです。あやー無理だ。そうか、絶好調じゃないかな。あれ、絶好調にならなかったっけ。うお、うめえあー、危ない危ない危ない。ゲッツーは免れたけど、セカンドの守備さすがだな。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。このナックルカーブはね、打てないよ。さあ次の投球、投げました。よし、打ちました。うん、切れていきます。ファール。追い込んでから、ここで三振が出てくるのが痛いな。投げた、ボール、カウント、ワンボール、ツーストライク。でもチャンスメーカーがついてるからね。チャンスメーカーって2投上がるのかな。ボール、バッターよく見ました。カウントはツーボール、ツーストライク。結構際どいボールだったな。投げた、どうだ、打ちました、いい当たり、センターへ。まあ、とりあえず長打にはなるかな。2塁まで走れるでしょう。いや、さすがだね、走力 B。そして左バッターだからね、まあ、両打ちだから。右ピッチャーの場合は左だけど、奥井も出てるし。上間さんっていうか満塁じゃねえかよここは一発ちょっとぶち込みたいな。武田さんにインドを渡してくれる。投げた、インコース低め、ボール。チャンス、エフが出てるからね。まずは絶好調に持っていかないとちょっときついな。どう、打った、これはいい当たりだ。打球はそのまま伸びていく。よし、ギリギリ入った。オーケーオーケー、満塁ホームラン。これ武田さん完全に引きずり下ろしたな。今日の勝負は俺の勝ちだ。マリーンズリードで迎える6回です。よし、これ初戦はもらったな。7対0はね、第2球大丈夫ですよ。まあ、前期はね、ちょっとピッチャー陣かなり不安があったけど、今期はどうだろうね。奥井がね、だいぶ育ってくれたから、またね、点を取れるチームになってると思うんですよね。今カットボールすげえたまたまだな実際すげえたまたま振ったら入ったみたいなそんな感じだった。あ、これは多分ね、ボール球だったね。今スタンドに入りました。ファール。あー、ボール球だったね。投げました、内角低め、外れてボール。ハンコリのところだとね、持ってかれるときは持ってかれますからね。3球目ストレイク、バッター追い込まれました。ピッチャーとかやってて、第4球を投げました。ピッチャーとかやってて、ってあの、まあ、サクセスとか他のやつなんですけど、ちょっと外して持ってかれるっていうのがね、なんか一番悔しいっすよね。本当に今日は大活躍でした。だいたいさ、こんなヒーローになるさ、野球選手だったらもうウハウハでしょ。女の子3人としか知り合ってないけど、実際さ、もっと知り合えるよね。でも野球選手ってどうなんですかね。普通に街とか歩いてるとやっぱり完璧に攻略できたとか声かけられるんですかね。燃えてるな武田さん。記録か。まあ、ここはデイリースラックあたりでいいかな。よし、とりあえず開幕初戦はものにしたので、あとはちょっとホームのところまで行きますか。基本的にはホームでデートをする。あとはそれだけ。いいね、調子いいね今季は俺の調子が下がった。だいたいさ、野球選手、まあ普通に1軍でスタメンにいる
野球選手がさ、例えば婚活パーティーに行ったらさ、絶対モテるよね。で一応ね、そのスポーツマン限定婚活パーティーみたいなやつとかもあるんですよ。でね、年収とか書くんですけど、年収何千万とかいやー、5万円超安いよ、買ってあげるよそんなの。まあ、泉ちゃんこれで財布何個目なのかよくわかんないけど、まあ、とりあえず彼女になってからはまた上げないといけないですからね、評価を。まあ、今回でだいぶ泉ちゃんの評価は上がりそうだけど、ちょっと俺の成績が良くないな。もう毎日デートで毎日デート、別にさ、もう彼女だからさ、毎日誘ってもいいよね。さすがに海辺はまだ早いから、公園に行こう。まったりしよう、今日は。いいよな、まったく。でも実際、昼間デートして夜試合やってって、めちゃくちゃ疲れるよな、この生活も。俺もね、結構ね、気を使う方なんで、デート行く前とかね、やっぱりね、計画は練りに練りますね。あとデート中も、まあ女の子に対して気は使いますんで。じゃあちょっと遊園地ではしゃいじゃう？お化け屋敷に入りますか。ここの遊園地は、3つしかないのか、アトラクションが。ちょっと怖かったんだ。お、でも調子が上がったな、なぜか。こいつさ、基本的にこいつってミカミックスのことだけどさ、基本的に全てが無反応だからさ、お化け屋敷とかも全く怖くなさそうだよね。よし、今季はすげえ調子いいな。また黄金時代が戻ってきたね。前年はめちゃくちゃ苦戦しましたけどね。とか言ってるうちに埼玉か。埼玉にいるときは読書しますか。じゃあ、あと何があったっけ。あー、いやらしい打撃でも読む。お、絶好調、粘り打ち。試合はスキップ。あ、そうか、ここはスキップというか送ってもよかったですね。またホーム戦まで。試合の指定送りで、ここまで行きましょう。もう今回はひたすらデートする。てかさ、3回連続カップリングとかになってないから、今ね、繋がってる人はね、全くいないんですよ。めっちゃ活動してた時は、なんかそこそこの人数とね、繋がってたんですけど、今はね、繋がってる人はいないっすね。まあだから全然デートとかもしてないんですけど、ただね、繋がってる人がね、いっぱいいたらね、いっぱいいたでね、やっぱめっちゃ疲れるんですよ。基本的になんか、週1回とか、どっか遊びに行ったりするんで、別の人と。で、まあそんなこんなで切ったり切られたりっていう感じっすよね。同じ料理出すな。また今度。あ、そうか。家も買わないといけないよね、家も。ちょっと次、不動産屋さんに行きますか。千葉にいるんで。で、あとね、その婚活パーティーになると出身地、まあ何県何市とか書くんですけど、で俺まあ千葉県民だっていうのは、まあ、毎回言ってるんですけど、千葉県のね、四街道市っていうところに住んでるんですよ。そうするとね、四街道ってどこですかって大体言われるんで。で、まあ千葉の婚活パーティーもあるっちゃあるんですけど、やっぱりね、東京とかに出た方が、まあ、やっぱりそれなりの子は来るんですよ。千葉で何回か婚活パーティー出たことあるんですけど、基本的にね、なんかその東京のパーティーに出ると、なんか私なんかみたいな人たちがなんかこう千葉に流れてくるんで基本的にはね、やっぱ東京の方がレベルが高いですね。じゃあ和風か洋風かって言われたら、俺は和風の方が好きなので買いましょう。家は売却できません。え、売却できないって、別に20億貯まったら買えるよね。てかさ、体力回復ボーナスとかあるんだ。全然気にしてなかったな。体力回復ボーナス、小から中になるってことは、これいいね、買おう。売り切れ。まあこれ1個しかないもんね、こんな何個もあったら。あれだから、
OK ありがとうございましたって2億即決だよ。だってさすが野球選手だよな。まあでもまあ5000万近く余ってるんで全然余裕っすね。2桁対象だし、あれなんだ、あそっか、デイリースだからか。あれパワーが上がった。弾道はまだ上がってないよね。チャンスはお任せ。おお、すげえな、これが我が家か。ちょっと我が家に泉ちゃんを呼びたいんだけど。新居だよ新居。来ない？家に誘うっていうのがないよね。家に誘っちゃえよ、まったく。町に誘ってまた何か買ってあげましょう。素敵な靴。ゆずみちゃんはあんまり高いの狙ってこないね、やっぱり。ほんといい子だよ。じゃあまた今度。あれ指輪は買ったよね。ちょっとアイテム見てみよう。まあ今期の最後あたりにはプロポーズしてもいいかなと思ってるんで、まあダイヤモンドリング100万円か。ここもまあスキップして、次の3連戦もまだあれかな、ホームかな。あー、移動日になってしまったか。ということは次のホーム戦1週間か。でもさ、これ1週間家に帰れないってことだよね。野球選手も大変だな。だからやっぱり野球選手はね、姉さん女房の方が多分いいんすよね。家を空けることが多いんで。お前に野球選手の何が分かるんだっていう感じですけど、多分そういうことだと思うんですよ。で、野球選手って結構姉さん女房が多い気がするんですけど、多分そうっすよね。俺もね、野球そんなに知ってるわけじゃないんで。おー、すげえな、もうすでに5ゲーム差。この段階で5ゲーム差があると結構余裕ができますよね。弾道がでもなかなか3にならないな。弾道が3になってくれればだいぶ楽になるんだけど、ちょっと体力が減ってるね。おっと、そして調子も下がってきたけど、あ、これちょっときついぞ、体力的にきついぞ。ここは寝ないと無理だよな。この寝た時の体力回復量も増えてるのかな、ちょっと違いがよく分かんないけど。阪神の藤波、防御率0.2台か、すげえな。これはまずセ・リーグの MVP 予想ですよね。じゃあ試合は まだもうちょっとスキップして、5-0か。スパイクとかな、取り寄せてもね、すぐ壊れるからね。1個しか取り寄せられないからね。じゃあまたちょっと泉ちゃんを呼びましょうって言っても呼べないんだけど。いや、もう絶対さ、こんな2億円の家だったらさ、呼ぶでしょう、家に。これ遊園地がある時とない時があるけど、これ何なんだろう。まあいいや、とりあえず公園でまったりしますか。あ、そうか、夜だからか。夜からさすがに行かないよね、遊園地には。まあ何時か分かんないけど、ディズニーランドとかのアフターシックスとかじゃないんだから。ロッテの石川か、すげえな。ロッテの坂本、お、坂本調子上げてるね。まあミゲルはね、毎年打ってますからね。またちょっと移動日か。なかなかホームに帰ってきたと思ったらまた移動する日々ですね。で、ここら辺は多分ずっとホームにいるから、いやー、ほんと大変だな、野球選手は。楽天14点も取ってんのか。いやー、やっぱり打つね、ロッテは。ピッチャーもそんなに失点してる感じじゃないんで、いや、今季はいけますね、これまた。黄金時代の復活だ。あれ？あ、そうかそうか、ここで移動して帰ってきて、帰ってきての日ハム戦なんだ。いやー、やっぱり体が資本だね。
まあ、今回5点取られたけど7点取ってるし。で試合が終わったら夜に試合が終わったら土曜だからまた試合か。ハードスケジュールだ。でこれで体力がちょっとまたなくなるから回復しないといけないよね。なかなかデートできないね。野球選手と付き合うのも大変だな。女性陣もさすがにね、試合がある中無理は言ってらんないからね。いや俺なんてさ、この試合前にさ遊園地とか行くけどさ、普通そんなことしないでしょ。だってで夜こう時間があった時に、まあ、ちょっとお食事行こうとか、なんかそんな感じか。遠距離とかだとね、しかも泉ちゃんアナウンサーだからさ、実際こんな時間取れないっしょ。お互い時間も取れない職業だからね、まあ、その代わり1回のデートで大量に金を使うっていう俺泉ちゃんにさいくら貢いだこれまで計算してないけどさ、なんか下手すりゃ1000万近くいってんじゃないの。だって35万のさ食事10回して350万でしょもう今日練習日か。練習日は休もう。寝る時はね家で寝るに限る。いややっぱりね和室はね落ち着きますね。うちもね基本的に全部畳なんで、あのベッドはないっす自分の家もう全部布団っす。畳の上に布団を敷いてっていう、まあ、超どうでもいい内容なんですけど、そんなことより泉ちゃんとデートしろよっていう。また買ってあげましょう。さあ今日は、あまた靴か。泉ちゃんは靴と財布を集めるのが趣味なんだねきっと。靴集める人が趣味っていうのはあれっすよね。ちょっと待って、4月の30のラストなんで、まあちょっとこの試合をやって、終わりにしますか。じゃあなりきりプレイと。まあ、靴集めが趣味の人ってなんかその鑑賞用の靴1足と履く用の靴で合計2足買うって聞きますけどね、まあ、それはそれで大変だよな。奥井ちゃんが1番と、まあ、いつものオーダーですね。まあ、奥井も調子が上がってるんで、今日はサードで出てたか。いややっぱサブポジあるっていうのも出番の機会が増えそうですよね。外野固まった時には奥井サードに回してっていう使い方ができるんで。まずは1回の表、トップバッターは中村。バッターいけないか。センターか。一瞬落とすとこ絶対強豪方法。フリー。どうこの方。届かねえ。今ギリ届いたか。ああ。第3球を投げた。スリーバントだ。ピッチャーの右へ転がした。これ大変。バント処理とか絶対無理だよ。あ、角中さんだ。ちょっと待て、ちょっと待て。あ、ここ。危ない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 。あれ？三塁走られた。俺の肩、ポテン、ポテン。いや、すげえひでえなこの肩。バッターは指名打者スコールズ。第4球は打ちました。ちょっと左奥のフライになりました。セカンドが落下点に入りました。とー、あ、止めなかった。これでスリーアウト。マリーンズこの回ツーアウト。そういや中尾な、試合見に来てくんないな。第9。自分の仕事が忙しいのかな。完全に外れた。ボール。まだ1回だからね、そういえば。投げた。あ、これは。おお。バッターよく見ました。カウントは2ボールノーストライクです。投げた。オッケー。めったこれは強烈。入れば先制。これで。あ、もう4号か。まあ、たまに打ってくれてますねホームラン。自動で。追う展開で迎える2回です。いやー、今日のピッチャー大丈夫か。内角低め外れてフォアボール。ノーアウトの1、2塁だぞ。第9、初球から振ってきました。手がたつきたね。ピッチャーから1塁送球。いや、これはやばいな。取ってアウト。バッターは8番センバ。センターに犠牲フライを打たれたらもう絶対無理だからね。あ、これ超。ああ、いいコースだ。転がっている。俺めっちゃ走ってるけどさ。逆転されました。どうやって動けばいいのこの時。別に動かなくていいのかな。ああ、7点か。これを繰り返さないといけないのはかなり厳しいな。ほら、よし。とりあえずこれで3点。でもまだ3点差か。マリーンズ追う展開で迎える5回です。神奈川ですけど、神奈川って誰だ。4打点を挙げています。あれ、打率自体はめっちゃ低いな。2割4分2厘か。これでアウトコース高めストライク。
第3球をやっぱり内野安打が出てないんだな。ボール大きく外れました。カウントは2ボール1ストライク。足が速くなったとはいえわずかに外。カウントは3ボール1ストライク。ミートがね小さいからね。しまった。高めボール。これ多分そうだよね。ボール球だよね。ボールは中継。これで2アウト。これ以上点を取られるときついけど。よしこ。マリーツ追う展開で迎える7回。ウクイが出てるね。今日4打点を挙げています。ウクイはね走ってくるからね。何気に足も速いから。第9。ほら。初球打ち引っ張った。だいぶいい感じだと思ったのに。ウクイが戻ってきてる。これでワンアウト。さあここはもうちょっと無理だな。あそうだ、西野さんがいるんだっけこのチーム。第2球、西野さんなんだっけ、なんかついてなかったっけ。2球目ストライク。対左とかなんかついてた気がするんだけど。第3球をあれ投げました。これ西野さんだよね。さよならまあさよなら、別にさよならじゃないけど西野さん、今日これで5打数。西野さんと練習したんで癖はもう完全に掴んでます。いやー負けたな。でも西野さん1勝6セーブ。うーんさすがだ。5打数3安打と。西野さんなんか言ってくったな。おー久しぶりみたいな、そういう感じじゃないのかな、プロ野球の世界って。こうどういう時に他のチームと交流するんだろう。終わった後話しかけられたりしてるけどね。ラジコンが趣味なんだってとか。マリーンズの4月の成績23勝4敗1分けめちゃくちゃ強えな野手はミゲルか。さすがだな、毎回取ってるよな。はい、というところで、まあ、開幕からかなりいいスタートを切れたので今季も頑張っていきたいと思います。まあ、自分のね婚活も頑張っていきたいんですけどこっちはボロボロですね。まあまたなんか参加することがあったら婚活会やっていきたいと思いますので、まあまたその時は見てくださいと野球しろよっていう感じですけどね。じゃあ今回はこれで終了します。